マイナス 8.6 キロ。膝が治った。血圧も良くなった。ウエストも9。64歳。こんにちは、踊るバービーです。今日のお話はですね、世の中の定説を疑ってみるっていうこと。今日のお話しさせていただく方は、64歳にしてはものすごく可愛らしい方、体重が 58.3kg から49.7kg、マイナス 8.6kg もお痩せになった方を紹介したいと思います。じゃあ、どのように考え方を変えていかれたのか、そして成果を出されたのかっていうのをお話しさせていただきますね。社交ダンス大好きで、お習い事は行ってるんだけれども、左膝の人工関節手術がされていて、45度以上曲げられない状態。お薬も飲んでたんですよ。高血圧のお薬。やっぱりリバウンドを繰り返してて、何が原因かなあったら、暴飲暴食を、してしまう。やっぱりこれもストレスと関係しているんでしょうかね。4、5回はリバウンドを繰り返した。で、結局は取り返しのつかない体重になってしまうだろうと、このまんま行くとね。で、そんな方で158センチだから、まあ私と似たような身長なんですけれども、58キロ。この方がどういうふうになられたのかですね。ちゃんと取り組んで、膝が治った。血圧も良くなった。ゴルフで歩いてもとっても楽になった。洋服もね、ちゃんといろいろ着たいんだけれどって、それ叶わなかったんだけど、もう 8.6 キロも痩せたらバッチリですよね。でもね、以前、どこどこのダイエット法ってされてるんですよね。だけど、1週間に3回ぐらい通うって言ってたかな。それが大変だったと。だから、お家で宅トレとかあるのはとっても便利ですねっていうふうには言われましたね。で、それで生涯最後になるんだったら、60歳過ぎて、いつまででもダイエットして、リバウンドして、ダイエットリバウンドしてって、皆さん今後も繰り返したいですかっていうところ。この方、私が最初に言った世の中の定説を疑ってみるっていうことなんですけど、3食バランスよく食べましょうって言われることですよね。だけど、朝ごはんは別に食べなくてもいいんですよ。太ってるのに3食バランスよく食べましょうって言って、痩せるはずがないじゃないですか。しっかり食べてるんですよ。どっかで減らさなきゃいけないんですよ。だけれども、バランスよくバランスよくって人は、いかにも正しそうな、そういう言い方によって、あ、バランスよく食べなきゃいけないから、このビタミンのなんとかも必要、カルシウムも必要、タンパク質も必要、なんかも必要って言って、いっぱい取りすぎた結果、取りすぎにつながるっていうこと。まあ以前ね、30品目取りましょうって今言わないですよね。多分それがそうだと思うんですよ。食べ過ぎによる病人が増えた。そういうことをちょっと疑ってみるってことはとても大切なことかなって思います。この方は食べなければいけないということを食べなくしたら、どんどん痩せていったわけですよ。終了の時にズームをしました。もうね、そこでびっくり。本当に前向きな方だったの。めちゃくちゃ前向き。言われたことは、はい、それでみんな痩せてるんだったら私もそれで、はい、やります。はい、やりました。そしたらどんどん結果が出ました。嬉しくなって、そのまんま言われた通りにやってただけです。っておっしゃられたんですよ。毎回言うんですけれども、素直な方っていうのは、ああだこうだ言わずに、それがいいって言うんだったら、やりますって言ってやる方。本当に結果が早く出ます。ドレスを着て、社交ダンスを踊る。もうそれ私がね、イメージとにかく湧きました。なんでかっていうと、今からお写真お見せしたいと思います。どんな風に変わられたのかね。これが正面写真ですよね。58.3 から、まあ、8.6 キロ痩せれば、こんな風になるんですよ。お腹周り、ヒップも全然違いますよね。横から、もうお腹ぺちゃんこ。そして、ウエストのこの背中のライン、もうバストもアップして、素晴らしいです。そして、後ろ。ほら、ウエストもキュッ。64歳ですよ。
どうですか、皆さん勇気湧きましたか？ね、60過ぎてもガンガン痩せるっていうこと、60過ぎたら痩せないんでしょっていうのも定説を打ち破ることですよ。どんなダイエット法でもいいかって言ったらそういうわけじゃないっていうことを覚えておいてくださいね。そんなに無理をして60代痩せなくていいということです。もっと簡単な方法があるっていうこと。そんなに簡単に痩せるんだったら私も痩せたいっていう人いっぱいいるかもしれないですけれども、一時は体質改善が必要じゃないですか。風船のように膨らんだ胃袋を自分本来の胃袋に変える時っていろんな症状が出てくるんですよ。でも変えない限りは太ったまんまですよね。大きくなった胃袋に満たすだけ入れたいと思うから。でもそれだったら絶対に痩せないわけ。で、この方はちゃんと胃袋を戻したの。それがたった1週間。なんで1週間でできたと思います？言われたこと淡々と、あ、もうやるもんだと思ってやったからですよ。で、その1週間ははっきり言って、私は苦行ですってお伝えしてます。苦行です。だってその膨らんだ風船から本来の胃袋のこんなこのぐらいの胃袋に変えるんですよ。その時いろんな症状で我慢も多少必要じゃないですか。その間でね、体って体質改善してるんですよ。ものすごい勢いでしてるのね。その勢いでしてるところに飴一個たりとも私は入れたくないんですよ。甘えて我慢せずに食べたさに負けるなって言いたいわけ。それがたった1週間でできるから、その間は苦行頑張ってねって言ってます。でもみんな乗り越えるんですよ。そこで本当に痩せたい人は、ああだこうだああだこうだやる人は痩せない。言われた通りのことを淡々と積み上げていけば8.6キロも痩せるわけですよね。もうこういう女性を本当にたくさん増やしたい。女性としての楽しみをどんどんいっぱい楽しんでね。そしてもうこのシニア時代をね、謳歌してもらいたいと思います。では、またこういう事例をお伝えしていきたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。